前回レベル1に参加させていただいて、で今回レベル2に参加しました。で今回レベル2ではそのギアチェンジをスムーズにするっていう目標があったんですけど、それはまず達成できたんじゃないかなと思っています。あと国道最高地点の方に走ったんですけど、そこがもう本当に景色が綺麗で、こんなにワクワクしたのはもう10年ぶりなんじゃないかっていうぐらいとっても楽しかったです。そのレベル1以上に思い出深い2日間となりました。またバイクすぐ乗りたいなっていう気持ちが今強いので、乗り方忘れないうちにまた練習したいと思います。2日間ありがとうございました。レベル1に引き続いてレベル2また参加させていただきました。今回は厳しい峠道もなんとか走り切りました。本当に皆さん、本当スタッフの皆さん と、仲間の皆さんのおかげで走り切ったのが本当に嬉しくて、そうまた次レベル3があるから来たいです。ありがとうございました。